楽しそうに飛び。綺麗だな、これ。なんていう石なんだろう。私はユウ、フェアリースターから来たの。フェアリースター？あ、そっか、知らないんだよね。フェアリースターって？それに、あなたは？フェアリースターっていうのは、異空間にある世界で、ユウはそこの住人なの。どういうこと？ユウは魔法使いの見習いでね、フェアリースターで勉強してたの。その時に間違えて時空を超える魔法を唱えちゃって。その魔法でできた時空の裂け目に飲み込まれて、この世界に飛ばされたの。その魔法のせいで、まさかこんなことになるとは思ってなかったな。真面目に勉強しとけばよかった。それでフェアリスターに帰ろうと思ったんだけど、ユウの力だけじゃ帰れないの。まさかこんなことになるとは思ってなかったな。真面目に勉強しとけばよかった。じゃあどうしようもないじゃない。ううん、大丈夫。これ見て。このブローチに本当は3つの星型の宝石がついてたんだけど、こっちの世界に飛ばされた時の衝撃でこの世界のいろんなところに散らばっちゃったみたいなんだ。
フェアリースターに帰るのとどういう関係があるの？その宝石を集めて呪文を唱えると、ユーの先生が来てくれるの。先生って？うん、ユーにフェアリースターで魔法を教えてくれてた先生。その先生が私との連絡用にってこのブローチをくれたの。先生だったら時空を超えるのぐらい簡単なんだ。だから先生を呼んでフェアリースターに帰ろうと思ってるの。じゃあその宝石を集めるためにここに来たってわけ。このブローチはね、宝石がどこにあるかがわかるの。宝石が近くにあると光り出すんだ。だからそれを頼りにここまで来たの。じゃあ何？じゃあ、私のこの体は？あのね、しようと思って大きくしたわけじゃないの。さっきギャーギャー騒いでるのを静かにさせようとして魔法を唱えたら、つい…つい？ごめん、呪文を間違えちゃったの。それで成長の魔法がかかっちゃって。戻せないの？怒らないでね。ダクの偶然で成長の魔法がかかっちゃったから、元に戻す方法は。わかんないの？うん、そんな。世界の人がユウのこと見て、あ
んなに驚くんじゃちょっと探しにくいの。あのさ、ユウでいいよ。じゃあユウ、私もその宝石集めに付き合うわ。え？どうせこの体じゃ学校にも行けないし、それに私のお父さんもお母さんも今は旅行中でいないしね。いいよ、一緒に探してあげる。でも悪いよ、これはユウの問題だし。いいってば、この世界のことを全然知らないんでしょ。だったら私がついていった方が絶対いいと思うよ。本当にいいの？うん。じゃあ甘えちゃおっかな。本当言うとね、ちょっと不安だったんだ。知らない世界だから何が何だか分からなくて。じゃあこれもらうね。